味が違うの。そうです。こっちが乾麺で、ね、乾麺は乾麺なんだけど、こっちはごま、ごまですね。はい、じゃあ次の、種類のやついっていきたいと思います。これはですね、キッキー同じところの袋麺で、うん、ジャンコーマージャン。ジャンコーマージャン、ほんとだ。なんかフォアジャンが入ってるのかな。フォアジャンってあの、ほら、しびれる、うん、やつね。と、マージャンは多分これごまじゃないかな。あ、そうなの。ごまに見えます。この作り方の袋のとこ見ると、やっぱり麺を茹でて和えろって書いてあるので、同じ料理作るんですけど、なんかね、中に入ってるものがさっきを作る。まず麺が全然違うね。うん、違う。ほら、もうザ・ちじれね。うん、ちじれ麺ね。まあちょっとこれはとりあえず入れちゃうか、うん、入れることは変わんないからね、うん、はい、ドコンと。すごいアフロヘアみたいなアフロヘアね。なかなかないよね。しかもね、麺かなり薄いんですよ、今入れちゃったけど。いや、薄いよ。セサミって書いてある、うん、セサミソースだからやっぱごまだね。ごまだ、うん、セサミソースが、はい、はい、で、これにプラスこのなんか辛いやつ。ほんとだ、辛そうよね。うん、辛そう、うん、これがついてるのやっぱ辛い感じみたいですね、うん、あ、先輩ちょっとさ、触ってみてこれ。ん、硬くない？硬い。なんかごまのペーストが固まってんのかな。あ、ここら辺なんかね、うん、あるいるよね。ある、うん、いる。これ結構あれじゃない、もみもみしないと。あ、だいぶね、ちょっと緩くなってきた、うん、見て、これ麻雀お菓子なの本当だ、可愛くない。コクシムソウって書いてある本当だ、わかんないよ、麻雀は。コクシムソウは、先輩はもし麻雀やったことあるって言われたら、やったことないけど、国士無双上がったことあるよって言ったら、もう大体一目置かれるから、ね、なんだっけ、第三。第三で、うん、そうそう。ここで麦に教えてあげる。そう、教えたやつ。麦には麻雀やったことあるって言われたけど、第三弦しか、よくやりますし、第三弦しか上がったことないっすって言ってみてっていう嘘を教えたんだけど。放送したしたした。放送したよ。言えた？よかったよかった。したよ。これね、やっぱめちゃくちゃ混ぜた方がいいわ。いけます。はい、オープン、ドーン。ほら、これ絶対混ぜた方がいいやつだよ。ゴロゴロゴロって。そんなない。うん、もう全然、やばいやばい。やりすぎ、やりすぎマンだと思う。やりすぎマンだった？やりすぎマンな気がする。じゃあ入れまーす。はい、入れまーす。ディ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 、ドボドボド。イエーイ、すごい量が多い気がする ね、はい、そして麺の白さよね、美しいね。ねー、この相性わわー、すごい。わいい、こんなん嫌いなやつおらんやろ。あ、すっごいごまの香り、すごくない？やばい、香る。あ、でもね、なんかすげー固まってきた。ちょっと急いで、ね、全部入れていいかな。入れちゃうか。うん、いいよいいよ。あ、すっごい辛、うまそう。はい、できました。やーい、じゃあ試食します。イエス、できました。すっごいごまの匂いがね、すんなよ。すごいね、うん、こんな感じで麺がね、めっちゃ硬くなってんの、わかる？これほら、あ、塊が取れないね。取れな、うーんちょっと待って、おー大変だ、ちょっと。なんだねー、あ、逃げてたぞ。めっちゃ固まってるちょっと待って、全部取れるじゃん、これね。え、どういうことなの？こういうもんなのかな。合ってる？これラーメンじゃないの？混ぜなの？混ぜ混ぜ、全部混ぜだったよ。もともとそのキキっていうお店があるって言ったじゃないですか、うん、でそこの名物が混ぜ麺らしいんですよね。じゃあいただきます。いただきます。うん、辛い？全然辛くない。うん、美味しい。うん、あ、ごま、ね、めっちゃごま、すごいごままんま食べてるみたい。ごまのね、香りがわーって、あ、後から来る辛いのが、うん、先にそのごまの甘いっていうかさ、うんうん、感じで口の中でごまーってなった後に、うんうん、この辛いのがピリッと
残る感じ。辛いのもさ、なんか唐辛子の感じもあるけど、ちょっとそのしびれる感じ、しびれる感じの方が、うん、ね、ある、ね、強い、爽やかな辛さ、そうね、すごい食べやすい、うん、見てこれそう、なんかね、めちゃくちゃ絡む、麺同士がね、ちょっと絡んじゃってるのかな。日本の冷やし中華のごまだれとかとちょっと違って、うん、なんかあのね、ごまなの、うん、そう、ごまなの、なんかあのごまと味噌みたいな、うん、ああいう甘さとかじゃなくって、うんうん、ごまなの、そう味噌ってわけじゃないし、違うよね、うん、まあ、あえて入ってるんだったら醤油とかなんだと思うけど、うん、多分ね、ちょっとどうしよう、うんうん、どうした、もうん、ちょっとすごい、うん、ちょっとだけ取るみたいなのが、そう、ちょっとそれね、うん、ハードモード、うんね、ふるいにかけてるもん、麺をね、そして麺がね、長いんじゃ、麺長いね、あ、くる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 、来た、うん、くるくる、けど、うん、いけそういけそういけそう、あとこいつ、あー長かった、長かったね、あ、でもほら、モテちゃうのよ、一個で確かに一個でモテちゃうのよ、すごい、めちゃくちゃ絡んでるね、時々こういう絡み方ネックレスしてさ、めちゃストレスになるってあるよね。なんでこんな綺麗に食えるの？うん、美味しい。これだったら他何入れる？これね、何がいいかな。でも私今速攻で欲しいものは、うん、ドッピングじゃなくてお酢ちょっと入れたい。うん。はい。嘘だろ。めっちゃうまい、これ大正解だわ、お酢いいわ、お酢ちょうどいい、あー、うん、うん、うん、美味しい、うん、ごまだけだとちょっとくどいなって、なんかそんなにたくさん食べられないなって感じなんだけど、お酢入れるとがぜん食べられるこれ、うん、そしてあのピリッとのそのしびれ感がちょっと強く、うんうん、ね、出る、そうね、からいいアクセントですよね、合うね、めっちゃ、うん、ちょっと一辺倒な味だから、なんかこうちょっとアレンジ欲しいよね、途中の味変、うん、そして、うん、なんかあったらいいなって思った、うん、うん、美味しい、うん、いい、お酢いい、めっちゃ進んでしまう、お酢、お酢入れるのがいい、これは、うんうん、これ良いね、完全おすすめです、おすすめです、これもさっきのキキの袋麺と同じ値段で、うん、200元で5袋入ってるので、うんうん、今現在の日本価格だと1袋140円ぐらいの値段になっております、うまい、おいしい、でも全然違うね、同じメーカーなんだけどさ、うん、麺も違うしさ、うん、この味も違うしさ、うんうん、全然違うよね、バリエーションが、これがね、豊富、これがもうパッケージが高級だよね、うん、なんか他のとちょっと違うよね、うん、髪の感じもちょっとちゃんとしてるしね、ね、うん、めっちゃ美味しかった、これはおすすめでございますね、いいね、これも高いも、うん、これなんか今回は2種類しか紹介しなかったんですけど、なんか4種類か5種類ぐらいあるらしくて、うん、それで全然味が違うんだって、うん、なんでちょっと他のも機会があったら試してみたいですね、うん、はい、ということで、はい、ごちそうさまでした、はい、ということで、はい、今回はね、こちらのキキの、はい、袋麺2種類ご紹介しました。いや、マジで美味しかったんで。うん、美味しかったね、うん。いろいろアレンジの違いもありそうな麺だったから、うんうんうん。ちなみにこれどこで買ったの？台湾の。これはね、いわゆるスーパーみたいなところ、うん、ハルブールとか、うん、なんかそういう、あるんですよ。うんうんうん、普通の、なんか日本でいうコープみたいな。うん、はいはい。ダイエーみたいな、うん。ああいうスーパーは大体売ってます。あ、そうなんだ。はい、で、私行ったのはカルフールっていうところのスーパーで購入しました。うん、これは良いよ、多分みんな喜ぶ、日本人はね、全然嫌いじゃない、いいよね、好きな味だと思う、うん、しかも、うん、パッケージ可愛いからね、うん、女性は嬉しいですね、うん、でもその、なんていうか小さいスーパーとかもしかしたら置いてないかもしれないので、まあカルフールみたいなちょっと大型のスーパー行っていただくと、うん、もしかしたらいいかもしれないですね、うん、はい、じゃあこちら、はい、とっても美味しかったです、台湾行った際は皆さんぜひ買ってみてください、はい、ぜひ買ってみてください、ということで、他のお土産はこの後続きの動画でご覧いただきますので、ぜひそちらアップされたらチェックしてみてください、ということで今回は以上です、またね、バイバーイ、ウェリーザージャンメン、でも全部ジャーっていく、いくよ、いくよ、何かが足りない、なんだこれ、なんだろう、なんか足りないの。